はクロイツベルン弦楽四重奏団の演奏でベートーベンの弦楽四重奏曲変奏調調作品74を聴いていただきましょう。
Thank you.
クロイツベルグ四重奏団の演奏によるベートーベンの弦楽四重奏曲編法長調作品74ハープでした。今お届けしていますこのクロイツベルグ四重奏団のコンサートは昨年の9月29日、国立図書館のオットブラウンホールで行われたコンサートですけれども、